はい、皆さんこんにちは。アニメシルクの室井康雄です。今日はですね、アニメシルクネット村の方で、希望者の方にですね、ネット添削を、していきたいと思います。今日はですね、まずは最初に、希望者の添削をして、そしてですね、その後、ネット村参加者と、交流会という流れです。そして一般公開はこの添削をですね、まあ、4、5人、したところもというところで、まず最初の、1人目の方ですね、 MIP さんお願いします。よろしくお願いします。すいません、なんか2回目なんですけどまたお願いします。はい、はい、ではですね、いきます。ですね、まあ今ちょっと軽く説明したんですけれど、ちょっと後ろにですね、ちょっと倒れそうだよねっていう話を今ですね、ちょっと軽く、ちょっとこれ2回目の収録なんですけど、してまして、ちょっとね、パッと見てちょっと後ろに転びそうだなというところをですね、まず最初少し、こうしたらどうだろうかみたいな説明まで今ちょっとしました。で、あと目線の問題っていうのがちょっとあってまあ話しまして、でちょっとここまで修正してみました。はい、で、あとですね、不自然な点があれば、敵に対して構えてるポーズとか変なところはっていうところですね。ちょっともったいないのが、髪の毛がですね、剣がちょっと かぶってるっていうか、近いところにちょっとありすぎちゃってるんですよ今。これも実はですね、もったいないポイントで、剣が目立ってないんですよ。なので髪の毛をですね、どうしようかな、どうやってもいいんです、別に。なんかどういう状況なのかな、例えば目線方向がなんかこういう方向に ね今ちょっと持ってってるとしたらですよ、髪の毛をこっちにこう持ってきて、こうして、でそんでもって、そうするとおのずと前髪もちょっとこうこっちにこう流すとかして、なんかその劇的にというか、あの、何でしょう、 逆風っていうんですかね逆風をちょっとイメージさせるとどうでしょうかね。そうすると、何か相手の、まあ、威圧じゃないですけど、強いものに向かってくって感じがちょっと出るんじゃないかなと思うんですよ。とかそういう、そんな感じの部分もあったりとか、あと肩上げるとですね、もうちょっとここら辺がこういう風に、重なり合うといいんじゃないかなと思うんですよ。あ、はい、重なり合うとで、ちょっとねわざとらしいんですけど、やっぱりこの構えてる部分をしっかり目立たせたいんですよ、こう持ってる部分をこう。ああ、はい、でちょっと少しこう猫背気味にしてとか、もうちょっと足こっちかな、まあ、こんな感じに少し、元のやつがこれですね、まあ、だいぶ変わりましたけどね勇ましくこっちの方が、はい、ありがとうございます。転ばないかな、大丈夫かな、なんでだろうな、大丈夫かな、まあ、これの方向でもうちょっと行くんだったら、足だけ直せばなんとかなるかな。いや、何パターンも別に絵ってあって、今のじゃなくてもいいんじゃないかな、ちょっと思ったんですよね。いや、可能な限り直さないとなると、組んでいただいてありがとうございます。いえいえ、なんかこっちとかもありかなとか、なんかいろいろ自分でやってみるのもどうでしょうね。こういうのとか、こういうのもありっすよね。これ結構かける人少ないっす、あの足がこういうやつ。
これで圧縮されてるわけです。はい、これかなり難しいですよね。これは結構難易度高め、参考探してもこういうのなかったです。でこっちがこうかな、うん、とかまあいろいろやりようはあるんですよ。おお、はい、こんな感じとかね、まあ、内股になるかな、うん、でもやっぱりちょっとここら辺がね、はい、なんでなんか基本絵って実際に演技したらわざとらしいぐらいにオーバーにつけないとポージングをね、あの何してるか分かりにくいんですよ。なんでオーバーにオーバーに基本やっぱやるっていうのが、まあどっちかって言ったらこうでしょうね、こうでしょうね。でまあここはこのままとして、うん、こんな感じかなとかね、まあいろいろあの無数にやり方あると思いますんで、はい、そんなとこでしょうかね。はい、なんか質問とかありますでしょうか。すいません、質問の左下のところにも書いてるんですけど、はい、あのキャラの視線の定め方が、黄色い本だとあの、はい、団子状に考えてっていうふうに書いてあったと思うんですけど、あのデフォルメされてる顔、極端にデフォルメされてる目だと、うん、デフォルメされてるキャラでも結局同じです。要するにデフォルメされてるって、要するに目がでかいってことですよね。そうです、目がでかいキャラも結局は、やってることは同じです。こういうふうにどんだけでかくなろうが結局は同じことです。なのででっかくあろうが小さかろうが理屈は同じだと思うんですよ、結局はね。ただ簡単に言うと目でかいと表情つけにくいのは事実です、そもそも。で目がちっちゃいというか、なんでしょうね、この眼球に対して簡単に言うとこの瞳がちっちゃければつけやすいんですよ、表情って。今極端にちっちゃくて、でこれがでかければつけにくいんですよ。なんでかっていうと、その眼球の変化がつけにくいから。これだともうこれで変化ってそんなにつかないんですよ、この中で。だけどさっきぐらいだったらもういくらでもつくんですよ、この変化が。なのでデフォルメ具合というか、 目に対して瞳のサイズがでかければ表情つけにくいし、小さければ表情つけやすいというだけの話ですね。なんで、うん、それだけかなと思います。はい、あとは目が四角、そう、瞳が、四角い丸いいろんな形あるんでと思いました。はい、そんなところで大丈夫でしょうか。もう少し考えてみます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次の方、アルコさんでいいですかね。アルコさん大丈夫でしょうか。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、六頭身目安の水着の女の子です。体のラインも見てほしいので水着にしました。あ、こういう角度で、うん、太くなりづらいかな。うん、顔のデフォルメ感に合わせて華奢な体のラインにしたいんですが、腹つきが太めになりがちです。太くなりづらい考え方などありますか。うん、太くなりづらい、体の向きを斜めにした場合、奥側の股関節、肩、脇が曖昧になりがちです。まあ基本デッサンっていうか人体ってね、基本 超絶難しいんですよ。なので、そもそも、まあ、僕も含めてなんですけど、かけるって思わない方がいいです。人体は。なんで、もう、毎回、ゼロベースで、どうなってんのか研究し尽くすしかないんですよ。基本、かけません。僕も、みんな、誰も、このポージング。何にも見ないで、これかける人、そうそういないですし、まず、ほぼいないです。だから、基本、絶対無理だと思いながら、じゃあそれをどうやったら描けるようになるんだろうって考えるんですよ。そしたらとにかくもういっぱいこの、自分が描きたいポージングに近い、写真アニメキャラをひたすら探す、もう漁りまくる、で調べまくる、でそれを見ながら描く、
もうこれしかないんですよ。基本的に人体って難しすぎて複雑すぎだから、何も見ないで書くのに向いてないし、自分で考えついて書くのに向いてないんですよ。なんでとにかく見ないと無理なんですよ基本的に。っていう風にまず前提として考えて、その中で、なんか変だなって思うのは自分の想像で多分書いてるからなんですよ。多分何か参考があると多分絶対こうならないんですよ。なので絶対まずやった方がいいのはもう見ながら書くってことです。これしかないですね。でどこがまずちょっと僕から見ると違和感があるかなっていうとですね、ここなんです。実は頭の位置が実はもうちょっとここら辺とかだったりするんですよ。ちょっとこれ前に来るんですか。うん、ちょっとこれずらしちゃうと元の原型が分かんなくなるからちょっとやめよう。ですね、前に来るというのもあるし、難しいんです。この顔をそのまま使うっていう手がありまして、その場合は、どっちをどうずらしてもいいんですけどね。頭があって、で僕は何も見ないでじゃあ描いてるじゃないですかっていうのはですね、過去に永遠と無限にというのかな、永久にそのどうなってんだろうって調べながら見ながら書いてる時間がめちゃくちゃあるわけです。なのでそれなしに僕だって、同じぐらいしか、そのアルコさんと多分同じぐらいの量しか書いてない時期に何も見ないでなんて絶対書けなかったですね。なんでそもそも書けないんだって思ってスタートした方がいいですね。無理なんです。相当書かないと無理なんです。そもそも難しすぎなんですよ。こんな感じになります。体曲がると、で結構もっと近いってのかな、もっと丸まるんですよ体が。こうで、これはまあどっちでもいいっすよ。姿勢めちゃくちゃ良くしたいバージョンでいくとどうなるかってのもあるんです。これが姿勢そうじゃなくしたいんですよって、ここをあえてこうしたいんですよっていう時は、あれ声がちょっと他の方か入ってますね。ちょっとどなたかマイクがオンになってますね。今マイクオフでお願いします。誰だろう。マイクオフでお願いします。オンの方がいます。ちょっとどうやってオフにするんだろう。基本大丈夫ですかね。皆さんマイクオフでお願いします。ではいきますね。はい、姿勢いい方と悪い方どっちにしますか。姿勢いい方にします、悪い方にします。姿勢いい方で。はい、じゃあいきます。姿勢よくすると、その場合はこう考えます。こっちに反らせます。めちゃくちゃこんな感じで、あるいはもうちょっとこうさせるか。ちょっとでもこれね、自分でやってみると分かるけどね、結構苦しい姿勢です。これやってみるとね、で足を前に出して、うん、結構ね自分でやってみると分かると思うけど、結構違和感があって、あとね女の子っぽい可愛い感じの仕草にしたいですよね。そうすると姿勢を良くするんだったら、そうするとガニ股じゃなくて内股の方が良くないですかとかね、そういうのが実は出てきます。そう、ポージングの取らせ方が実は何か見た方がいいよっていう実は理由はですね、ポージングを取らせるのが難しいんです。実は可愛いポーズってどうしたらつけられるんだろうみたいな。どうしたらいいんだろうね、ここね、こんな感じかなとかね、うん、今この見てる方向から見て、見てる方向から見てってなんか変なことだな、から見てどうポージング取らせたら可愛いんだろうっていうのを今こんな感じで今配置してるんですね。
どうしたら可愛く見えるかなって、うん、なので結構ポージングってめちゃくちゃ難しいんですよ。で、まあ、できればこういうかわいい、まあ、水着着てるから、まあ、胸とかお尻とか目立った方がやっぱかわいいんですよね、まあ、魅力的により見えるととか、そういう、 こう工夫をですね、どこら辺でどうすればどううまく形にできるかなみたいなのですね、見た方がいいのと、あとねこの手がですね内側に来てますよね。これを外に出すとこんな感じでちょっと全体的に安定感出たなと思いません？こう、ああ、なんか三角になる。そう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 。レッドが、うん、そういうことです。全体が全体を通して三角になる。例えば、うん、まあここで三角になるってことですね。こんな感じで。だし、ここでも三角だし、もちろんここでも三角だし、でこういうとこにも三角があるみたいな。っていうふうにこうありとあらゆるところに三角形ができるような、こういうところにもあるよね、うん、っていうふうに、まあ、もちろん顔にも三角形がありますしっていう三角形がありとあらゆるところにできるように、配置するとなんか安定感出るんですよね。としてなので意図的にそういうのをこう入れていくとより安定感が出るかなという感じですかね。まあ、まずはね何かしらの多分参考写真、まあ一番いいのはアニメキャラの水着座るとかで検索して可愛いのをひたすら探すというのが多分一番いいアプローチかなと思います。はい、そんなところですが、華奢な体のラインに対して体つきが太め、あこれねちょっと回答するとアニメキャラ風の絵は基本的に胴体めちゃちっちゃいっていうのを覚えてほしいんですよ。基本アニメキャラって実際のリアルな人間だと結構実際の人だとこのぐらいの頭と胴体の感じなんですよ大体。でこれがこういうアニメっぽいキャラだと頭がもっと大きくてもう肩幅とか腰とかちっちゃいんですよ。もちろんキャラによりますよ。で女の子キャラだと腰が今度でかいんですよ。で胸がこう割と大きいとっていう風に書くと割とアニメのよくある美少女キャラの素体になります。こんな感じでかなりでかいんです。だからそれで言うと意識としては体つきが太めになります、ですが胴体は肩幅はめちゃくちゃもっと狭いし胴体をちっちゃく描くと割とアニメキャラ風になりますっていうのも実は、実際の参考を見るとそうなってるので、参考ってかなんかうまいそういうアニメキャラ風のやつ見ると多分大体そうなってると思いますので、そういうのを参考にしてみてほしいなというところですね。それをどう分析していくかがポイントかと思います。はい、そのところでした。他に何か質問とかありますでしょうか。はい、どうぞ。何かあれば大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、では次の方、まるさんお願いします。お願いします。はい、お願いします。お声が結構。はい、はい、じゃあいきます。体と体の向きがちぐはぐ、うん、どうしたら合わせられるでしょうか。難しいですねこれね。難しいんですよ、うん、でこちらの絵は5回くらい書き直しました。足首側の、体半分の書き方、あ奥の部分ってことですね、うん、が、難しい、書き方が分かりません、肩周りが難しいです。間違えているか合っているか分かりません。難しいですね。斜め難しいですね。そう、斜めはね難しいんですって言うしかないんですね。でどっから攻めたらいいんだって話なんですよね。
それで言うと、そうですね、まあまあね、こうね言うと非常に身も蓋もないんだけど、僕の素体知らなかっていただけるそうなんですねまあ一番簡単な方法なんですけど、まあ本当に素体なんですよね。そこでほとんど勝負が決まってしまうんですよ。なのでどうやって素体書いたらいいですかって、まあ いくつか、なんでしょう、コツはあるんですけど、でやっぱり正面横ですね。最初は正面横描けないと斜め描けないんで、正面横をしっかり押さえた上で斜めに行くと。で斜めってやっぱりめちゃくちゃ難しいんです。で何がどう難しいかっていうと、そう、肩周りが難しいんですもう書いてあるね気づいていらっしゃると思うんですけど、激ムズなんです。なのでこの形をですね、ある程度で、別に僕の絵が正解ではなくて僕の経験則でしかないわけです。で逆に言うと、僕のこのパターンを1回素体をですねぶち込んで、吸収してもらえれば、そこから応用が効くし、もっともっとこうしたいああしたいっていうのが今度出てくるんですよ。なんですけど、やっぱりこの基本的なウエストの位置に肘が来る、股間の位置に手首が来る、で奥に行くとこうなるって、これって結構原理原則っていうか、ある程度、普遍的な要素なんですよね。ここはやっぱ守った方がいい。まあちょっと手開くとかね、それは全然いいんですけど、ね、でこれってやっぱり正面から見た時の結局形だし、横から見た時の形でもあるわけです。横から見た時の形がちゃんと描けないと斜めに結局ならないので、そういう意味では正面とやっぱり斜め、あ、ごめんなさい、正面と横をちゃんと描けないと斜めにならないっていうところなんですよね。でそこでちょっとね、今の感じで言うと顔がちょっと奥に行ってます。で割ともうちょっと正面に近い形に顔はなりまして、これ斜め45度だとしたらですよ、ぴったりだいたい斜め45度だとしたらそうなります。いやもちろん顔に合わせたらもうちょっと体が奥に行きます。この顔をなるべく活かしたいんであればもうちょっとなるし、だから今どっちかというと体の印象に合わせて今進めてます。そうするともうちょっと目がこのように、なると思うんですよね。でこれなんでなのっていうと、上から見た時のとかね、そういうやつが始まるんです。上から見た時に目の位置がこういうキャラが正面向くとこうなって、斜め40度5度ぐらいでこうみたいな、こう説明がですね延々とこう過去斜めで検索するといっぱい出てきますんで、ちょっと見てくださいね。はい、斜めの顔全身とかでアニメシックで調べるといっぱい出てきます。でそうするとこんな感じになってまして、まあ実は割と正面の顔に近いというか、そんなに、横じゃないっていうか、うん、で、で正中線、どうやって頭とじゃ顔を合わせたらいいのっていうと、この正中線を結局こう合わせないといけないんですよ。こんな感じでね。でまあもちろん胸があって、でその胸の分の正中線もあって。っていうのをこう延々と延々とやっていくやつです、はい、でそこに布を乗っけて何してみたいなのが始まります。なのでじゃあ服ってどう着せたらいいんですかっていう話なんですね。服はちょっとこれコピーしますね一回、これをそのままこうか、違うな、サイド下げればいいのか、違うな、こうか、こうすればいいのか。でこれちょっと暗くしました。素体がしっかりしてるとその上に、制服とかいろいろ載せるのが簡単になりますね。学生服、
で襟とかもそのままこの首にタートルネックみたいにこんな感じで描きます。でそうするとそのままこれでネクタイの形で、ネクタイはこの正中線の上にこう乗っけていけます。こんな感じで結局ネクタイって体の中心にあるんでっていう風に、最初の素体がしっかりしてるとそこに、この服を乗せていくのは実はかなり簡単です。こんな感じにしていきますかね。あとはこんな感じで、書き方が分かりませんって意味では、そういう意味では書き方はその過去の、僕のちょっと添削じゃないや、斜めの書き方でちょっと見てください。書き方ね、難しいんですよね。なんかどっからどう攻めていいのか分からなくて、はい、素体みたいなのをその見ながら書いても、うん、どんどんずれてっちゃって、あ、はいはいはい、最初思ってた形に全然コントロールが効かなくなっちゃうんですよ。なるほど。だからなんかやり方が違うのかなとか思ったりしてるんですけど、素体の分析の仕方として例えばこんな感じで四角で区切ってみるとか、そういうのもありかなと思います。そうすると、はい、案外目って頭全体で言うとこういう時真ん中だったりするんですよ。こういうなんかこう多分分かんないですけどね、見ながらこうかなああかなってこう少しずつこう削り出してこうちょっとずつちょっとずつ自分のこう見ながらなんかこうなんか進めてってるんじゃないかなと思うんですよ。でなんかまた消してみたいなね、あちょっと違うなみたいな、でもまたもうちょっとやってみたいな、こう薄いやつわかんないですけどこうツールとかでこうちょっとずつこう進めていくみたいなね、こういう書き方、そんな感じですこういう書き方だとね僕も ブレるしずれます多分自分、僕がやってもなんです。で実はこのじゃあなんでこういう格子みたいなの書かなきゃいけないのって言ったら、自分の思い込みに頼らないで書くためなんですよ。これだとどうしても牛歩戦術でずれちゃうし自分の感覚になっちゃうんですよ。じゃなくてこうやってしかもすごい薄めで見たりとか、あとこの外側を見たりすると、でしかもそれに対してのこの目の位置っていう風にこのぐらいシンプルに形を取らないと吸収できないんですよ。でそこまでシンプルに見ると頭って斜めの頭ってこれなんだってことに気づくんですよ。これを切り取るとこうなってます、ほら、ね、これに見えてないと実は斜めの頭って描けないんですよ結局は。そっかこれかって、でじゃあこっちかいこう片目描いたら、そっかこれか、じゃあそれを引き写してみようみたいな風になってくるんですよ。でこういう形に、素体にさっきの、キャラクターの、ディテールを足していくと実はすごい立体感が出るんですよ。最初の多分こういう土台の段階で結構寄ってて、しかもまあこれはこれで寄ってていいんです。寄ったら耳めっちゃ離れるんですよ、もっとこっちのやつだとね。これだとこれベースにするんだったらもっとこの目に合わせるんだったら
こっちの耳はもっと離れるんです。これ別にこの目そんなにめちゃくちゃ変ではないんですよ。そうすると手はもうちょっとここら辺に来るかなという、こういうバランスに、もうちょっと何て言うんですね、なんか、なんで、まあ、これね、この目と耳の関係は、あともう一つ言うと、なんかね、フィギュアでもいいんで、何でもいいんで、こう、人形をちょっとね、用意して、こう 見るといいと思います。そうすると、あ、大体この時このぐらいだなって、これ、経験則なんですよね。いや、もちろん理屈で上から上図で考えて何やってってできないことはないんですけど、ちょっとそれはそれでしんどいんで、自分の肉眼で確認するっていうか、大体ここら辺に目が来るとこんなもんで、もっと目が奥に行くともっと耳が離れるんだなとかね、こういうやつです。こういうのをひたすら自分で、スケッチするっていうか、こういう簡単な図で目と耳の関係だけひたすら考える時を作るとかっていう風にして、徐々に立体感を自分でなんか得得していくっていう感じでしょうかね。なんで一気に一遍に全てが解決するほど簡単ではないのは絵です難しいんですけど分かりました、ありがとうございます。はい、そんなところです。ではありがとうございました。なんか質問大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。あの、はい、練習します。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次の方、ムーさんお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ムーさん、巨大な、ものを大きく見せるようなレイアウトを教えてくださいそうですね、まあ斜めっつうのも悪くはないんですけど、これね、斜めすぎてね、はい、ちょっと見にくいかなこう、うん、いや悪くないんだけど、なんか別にね、絵って巨大に描かなくても巨大に見えるんですよ。これ多分画面の中にいっぱいに描こうとしたじゃないですか。はい。なんだけど実はそうしなくても十分巨大に描けるんですよ。はい。それはどうするかっていうと、ですね、まず巨大感のポイントはですね、巨大な人ってまあ、普通にこう立ってるとしまして、人がね、で自分がまあこう見てます、観測者が見てます。そうすると足と頭でだいぶ距離差がもう出るんですよ。これだけでも足元めちゃくちゃ近くて頭すごい遠いんですよ。ですごい遠くからズームしたらそれがだんだんなくなるんですよ。すごく遠くから離れたら、でただなんとなく近くから見てる感じにもしもしたいんであれば、はい、とにかくもっと頭がちっちゃくて、はい、下から見てるような感じに見えて、でこう足がこうでかい、こんな感じにすると巨大感が出て、なおかつこの手前の足と奥の足でパースがついてる、もう違うんですよ大小差が。この足とこの足で、左右の足でもう大小差があるんですよ。でこの手もこの近いんです、もう近い分でかいんです。近いものはでかいんです、とにかく。でそれがより巨大感を出すためにその極端に出るんですよ、こんな感じで。ちょっと手の位置変だな近いものほどシルエットをこう少し複雑に描いておきます。こう
そうすると近い感じが出ます。はい。ああ。奥の手なんですけど、これね、ここですごい対称さがもあるじゃないですか、奥と手前。はいはいはい。こうすると巨大感が出ます。だから断面でいうとこういう断面立体があって、であと大きさってその対比物で見せるんです。あの画面の中で巨大、画面の中ですごいでかく描いても別に大きくならないんですね。それはどういうことかっていうと、んどっちがどっちで描いてるのか分からなくなってきちゃった自分でね、ちょっとこうですよね。フレームがあって、例えばここにすごい太ってて大きい人がいるとしますと、ここにね、はい、なんですけど、これは別に例えば隣に対比物分かりやすい、そうだな、ドアが、ちょっとこれじゃ分かりにくいか、ドアって多分めちゃくちゃ分かりやすい対比物だと思うんですよ。で、これが大きい、太ってるこんな人がいたとします。これと、はい、これどっちが大きい人に見えますか？下の方、太ってはないけど、そうそうですよね、そういうことです、はい、はい、ね、こっちにこう窓とかが壊ればね、ってことは画面の中でのデカさって関係ないってことです。これ画面の中のデカさはむしろちっちゃい方が対比物が結局は、はい、ドアがね、結局とか入り口がねっていうことなんです、はい。なんでこいつの巨大感は画面の中でのサイズで表すことではなく、対比物で、巨大感出すんですよ。そういう意味ではこの車をめちゃくちゃちっちゃくこういっぱいこう描いとくとか、はい、ね、とかそのビルそのものも、どこにどのぐらいの空間なのか分かりにくいんで、ちゃんとこの、はい、こいつと同じ場所にあるビルっていうのをちゃんと設定して、でそいつをちゃんと横に書いといてっていうふうにしないと、ちょっと どのぐらいなのかが分かりにくいっていうか、こいつとこのビルは同じ真横にあるんだよねっていう、いうのをちゃんとレイヤーっていうんですかね。でそうするとこいつが奥に歩ってったら、そしたら大体同じぐらいのビルの高さなんだから、同じやつがここの奥まで行ったら、あ、こんなもんなんだっていうのがこう分かるとかね、こういうことですね。大体この縮尺とか対比を分かりやすくね。で奥に行くともう あの足だけでかく見えるとかないわけですよ、ね、手前にいるからこそこんだけこう伸びて見えるんであって奥、はい、で遠くに行ったらこんなもんであるっていうふうに自分の中であの空間とかサイズ感とかを、まあ、分かりやすく、自分でね分かればいいのかなと。であと空間的にはこうやって、いやちょっとこの足元どうなってんだろうとか手前の空間とかね気になっちゃうと思うんですけど、いくらでも地面って凹凸つけられるんですよ。だからちょっと登ってるようなこういう表現にもできるし、あと手前にもっとこうなんか斜め物とかビルがこう重なって壊れてるっていう風にしてもいいし、そしたらもう空間とか無視できるよね。なんでいくらでもこんなの足元って結構自由にできる。あとね、あ、これですね、一番分かりやすいのはエヴァンゲリオンとかでもよくある電柱です、はい、電柱がめちゃくちゃ分かりやすい、多分見慣れたサイズ感のものなんですよ、はい、そうするとこの電柱がこうあって、その電柱が足元でこうちょっとこう絡まってたりとか、この電柱のサイズで、そうするとこういう風にこのキャラクターと、キャラクターっていうかこの
巨人と電柱の対比がまずここで出せるでしょ。で手前に壊れてる電柱がこういう風にあれば、そっか、この距離感がさらに分かるんだっていう風になるんですよ。こうね、そうすると、あ、もう電柱ってみんな直感的に日本人だとどこにでも電柱あるから、すごい分かりいいじゃないですか、サイズ感として、はい、っていうので使えるアイテムなんですよ、こういう風に。そうするとすごい距離感とサイズ感がめちゃくちゃよく分かるっていう風に、まあ使えますよね、とかそういう風に、身近なもので、まあ特撮とかでよくありますよね、なんかね、電柱と車とビルとみたいなね。でビルのサイズ感は窓のサイズで決まります。窓のサイズがこれだけの窓だったら、これ8階建てぐらいのそんなに大きくないビルなんですよ、これ、はい、なんですけど、このビルの窓が細かかったらこれ超高層ビルになりますよね、これ、はい、これだけで超巨大なビルになって、こいつ本当もっとでかくなるわけです。本当これだけなんです実は。でなおかつビルの種類として超高層ビルってここ平らなんですよ。でこれがマンションみたいなのだとこういう形になってるんですよ。そうするとこれだとせいぜい8階建てとかさぐらいなんですよ、はい、高層マンションじゃなくてね。そうするとこういうシルエットのビルってあんまりでかくないよねっていうと、じゃあこれは最大5階から8階ぐらいの雰囲気のやつなんだって言うと、こいつはそんなもんなんだっていうのが分かるんですよ。じゃなくてさらに100メートル級の超巨大な、巨人なんだったらこの点々になるわけです。すごい細かい。そうすると50メートル級の100メートル級の巨人になるとっていうふうに、ビルによって変わりますね、そのいう感じでしょうか。なんで対比物とビルのディテールで変わります。あ、そっか、電柱、そっか、これ書いてんだね、よく見ると元のやつ、はい、電柱がでかいんだね。だからこの人多分でかくないんだ。そうだ、そうだ、これで言うとね、ちょっと、はい、なんだろう、でかくしすぎました。あ、電柱がね、あ、電柱がでかいっつうか、はい、この人でかくないんだな、よく見ると。そういう意味では、いや、でかく、このぐらいのサイズでもいいんですよ、別に。こういうのもいるから、はい、ただそういう意味では一番でかく見えない理由としては電柱かもしれない。電柱近く、ちっちゃく描けばそれだけで解決したかもしれないね。ちょっと待ってくださいね、シンプルにちょっと 戻って、これをシンプルに、そこまで話して結局それかよって話なんだけど、こういう風にすれば多分これだけで巨大感出るんじゃないっていう。ちょっと、あ、見えない、配信見えなくなっちゃいました。ちょっと待ってください。あれ、これでどうでしょうか。あ、見えますか。あ、見えます。見えました、はい、こんな感じに電柱をしとけばもうこれで十分多分巨大になるんじゃないっていうすげえ簡単な話。はい、で手前のなんか電柱がこんな感じでこう、はい、ディテールがこう倒れた電柱があって、そうするとまあ世界観とか全然変わっちゃいますけどね、うん、っていうふうに、まあ対比物でだいぶ変わりますよってことです。だから巨大なものにしてはちょっと巨大ではないっていうか、うん、中くらいの、はい、どのぐらいつったらいいんだろう、ガンダムぐらいかな、うん、ガンダムぐらい、うん、なんかそんなもん、大体20メートルとかそれぐらいで考えてた、ねうん、あ、そうだったんですね、そもそもね、15ぐらいですかね、ちょっと、なるほど、はい、なんで、また、あ、どうぞどうぞ、あ、すいません、あんまりちょっと深く惚れてなくて、うん、お、まあ、大体こんな感じぐらいかなって、はい、次回には作画をグランプリで目指したいんですなるほど、ポイント、ちょっとなるほどね。あ、それで言うとね、ちょっと昨日多分、はい、あ、じゃあ配信聞いてくれました昨日。あ、はい、ね、そうだな、結構いろいろと、そう、ね、うまいっていうか今回評価高そうな人たちのやつをまずね、はい、めちゃくちゃ分析するところから始めた方がいいです。で、はい、大体そのお題っていろいろあると思うんで、その瞬間で決まるからあれなんですけど、まあ、6秒あるとしたら、
そのうちの最後の、あ、最初のね、ね、目立ちたいためには、はい、実は案外地味なっつうのも変だけど、見やすいのが結局目立ってたんですよ。分かりいいのが、とかの方が、そう、分かりいい方が良くて、例えばこれをなんかこの絵を絶対使うようにするんだったらね、例えばこれね、はい、ね、まあスタートのカットをこれにするかな。だから2カットとかにして、でこれで、このまず巨大感と動き始めみたいなのを入れて、そんでもって、はい、で次のカットをこの足がドーンと下に落ちてダーンっていうところで、まあ女の子がびっくりするみたいな、あるいは逃げるとか、はいはい、でのでも終わり。これで多分6秒かな、うん、でその動きの間のだけで、そうそう、それですごいガブレで、で、女の子が逃げるとか、そんなもんじゃない6秒だと、うん、変に詰め込まない方がいいです、の方が見やすいと思うよ、うん、ただその時に大事なのはこの絵がめちゃくちゃいいということ、はい、あと最後のびっくりしてる時の女の子の絵がめちゃくちゃいいということで、めちゃくちゃいい絵とめちゃくちゃいい絵をつなぐんですよ。その前後のつなぎをちょっとした動きでつなぐ、でこっちはすごい揺れとかでつなぐとっていう風に、あのでその時の髪の毛がふわっさーみたいなのに揺れるみたいな風にやるわけですよっていう風に、するかな僕だったらね、うん、この絵を絶対使うんだったら。でその時にデザインとしてやっぱこの6秒、今回だったら6秒だったよね、で次は何秒か知らないんですけど、その時にこの6秒をどうデザインするかなんです。だから見せるための時間で、ここで何が起きてるかわからない時間、そして最後やはりしっかり見せる時間、うん、っていう風に、そうチリっていう感じ、そうですね、最初と最後にしっかり印象が残ってるのが大体評価高いっすね、見てると。てかね、それが結局見やすいんですよ、見てる人がっていう尺のマネージメントっていうかコントロールが、はい、昨日の話でよくあったのが、ああこれ途中まで頑張ってたのにもったいないなみたいな話よくあったでしょ。あれはそういうことなんだよ、はい、ああこれ息切れしてるみたいな、息切れって最初の1カット目のこの部分でもう息切れして、はい、次の2カット、だからね、ここら辺までをピークに持ってって最後落ちちゃってるやつ、これはもったいない。そうじゃなくてピーク、ちっちゃいピークが最初にあって、でここは適当にごまかして最後にまたピークが来ると、これが一番見栄えがしますね、うん、はい、うん、最初と最後にインパクトがあると大体見栄えがする。6秒間ずっと頑張ると飽和して案外見やすくないんですよ、早すぎたりとか、なんか何やったか分かんないっていう状態になります。じゃなくて、最初と最後の2枚いい絵を見せるために間にどういう工夫を入れるか、だからこういう時に例えばすごいこうすごい、ミサイルが飛んでくるとかね、最初グーって動き始めでヒュ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 ンってこのすごいスピードの動きで中に入ってくるのはこれはミサイルのインで、そこでドッカーンみたいなところに逃げる、で最後ドッカーンって逃げんだけど、その後ちゃんとこの最後のキャラクターの顔が分かるようにして終わる、うん、とかっていう風になんかこうするかな、うん、ありがちな感じだけど、うん、あとね、上手い人は音がいいっすね、はい、こうシュー、例えばこれだとこう、うん、シュードゥカーン、そうはい終わりみたいな感じで、こう音がするんですよ、上手い人のアニメって、はいはい、その音が鳴るように設計します。だから最初にこういう絵を入れたいなっていうイメージのが絵コンテになって、はい、でその間はあとは音が自分の中で、だから絵コンテ描いてる時からシューダーンっていうね、もう常にイメージして、じゃあそれをシューって鳴るような枚数入れて、あちょっと変だな、うん、引いたり足したりをして、でいい感じのタイミングになったなっていうのがラフの段階です。でそのラフの段階まででちゃんとビート感がちゃんと刻めたら聖書に入ると。
でもしもよかったらそのラフでもいいんじゃないのっていう気がします。うん、ただまあ清書の方がやっぱり今回評価高かったのかな結局は。そうですね、クオリティがすごかったんで、っていうふうに結局、まあ、ラフでちょっと終わってしまったんで、うんうんうん、まあ、全然伸びなかったけど、まあ、タイミングもちょっと、はい、6秒間全部頑張るって感じで、うん、なんていうか、あ、なるほどね、ためというか、その、うん、そういうのがあんまりうまく作れてなかったかな、まあ、ちょっと完成だけでも しようかなと思って、ちょっと添削お願いしたって感じ。なるほど。あれ、これもしかしてその本編に使ってた絵なの？そういうわけじゃない、はい、あの最初の方に。あ、めっちゃあったよねこれね。俺見たことあると思ったもん。じゃあ、はい、なんかどっかで見たよなこれと思って見たよねですよね。ちょっと後で 見よっか。じゃあちょっと今は今でちょっと時間あれなんで、じゃあ次、はい、はい、じゃあ大丈夫でしょうか。はい、じゃあ、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、では次の方、ちょっと最後、じゃあ無料枠は最後この方で終わりましょうか。KIEZO さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。足が不自然、不格好になってしまうんですが、どう直せばいいのか分かりません。いやー、タッチポーズはね、難しいんですよ、めちゃくちゃ。はい、で、難しいんですけど、どうしたらいいんだろうっていうところなんですけど、はい、最初にね、この土台がやっぱあるといいと思います。どのぐらいざっくりと書くか。頭があって、これだけなんですよね。これでかっこよくなります。おなんかかっこいいでしょはい、もう急にかっこよくなりました。これは何なんですかって言われると、文化なんです僕が作ったわけでもなく、僕だけが作ったわけでもなく、結局過去の上手い人たちがこういう形を美しいと思って書いてきたわけです。いっぱいいろんな人が。なんでその上に乗っけてるだけなんですよ、僕も。でこう書くと結局かわいいよね、かっこいいよねっていうのが、なんか、ちょっと雑音が入ってるな、どなたか。KIZ さん、 KIEZ さんの声音なのかな。でいいんであれば、ちょっとカタカタ落としちゃうな。大丈夫？あ、でも、あ、大丈夫ですかね。はい、はい、こんな感じでこのぐらいシンプルな形で撮ると、もうこの段階でかっこよくないですかはい、お、すごい見栄えがいいというか、この段階で決まってるんです、実は絵って。はい、で僕全然細かい絵描いてないんですよ、シワとか髪の毛とか目とか、うん、だけどこれで割と十分な感じしません？で、はい、ここまで描かなくてもいいっていうのは、あ、今の僕のやつでさえなくてよくて、うん、もっと言うと、もうワンステップ前だとこれでもいいんですよ。おー、これでもいいんです、これでもで何かっていうと、なるべく簡単な線で最初の形を、当たりというか土台を取ってしまうということです。はい、もう極論言うとこれ、これ難しいですよ結構。ここまでこういう簡単な図形で描くからこそ、全身の全体のコントロールに結構意識できるんですよ。手もない、足も別に分けてないっていう状態から徐々に、両足がこう分かれ、でさらに手がこう来て、
ていうふうに簡単な形から徐々にいかないと、なんか分かんないですけど、ここ書いてここ書いてここ書いてみたいなね、ここ書いてここ書いてって多分なんか自分のタブレットとかでこれ書いてるのかな、こういうあの iPad みたいなので書いてるとしたら、こういうなんか何視野っていうか、あの絵の作り方してるんじゃないかなってこう思うんですよ、こうしてこんな感じで、こう、はい、こんな感じでしょ多分こんな感じだと思うんですよ。これだとうまく描けないんですよ僕も、はい、じゃなくてあの絵が崩れてもいいからもうここから動かさないズームしない、実はズームしちゃダメ、はい、ズームすると実はうまく描けないんです。なんでかっていうと全体のバランス見れてないから。でそうすると目とか線が綺麗に描けないじゃないですかって思うでしょ、はい、それは次のステップで描くんですよ。だからちゃんとこの段階で気に入るまで描き直してこういう線で、はい、でこの線でしっかりいけるなって思ったらこの次にようやくその乗せるんですよ、その次のステップとして、次のステップに、としてもうちょっと行ってもいいですけどね、もうちょっとこれがまあ全体とか したら次がまあ目の位置と、輪郭とちょっと書き込んじゃってるな、で足とか分けて、で関節の位置決めてっていうのがですね、まあ、ナゾル本で説明してた中間っていうやつですね。のステップが入って、で、スカート書いて、足の関節、足、位置決めて、っていうふうにしていけば、しかもそんなに僕、今、書き足してないんです。あとは、書き足してないっていうのは、その、書き直してないでしょ、元の線に対して。次、はい、ちょっと間に線足してるだけなんですよ、はい、そして次に実線をこう足していけばそんでもう形がだんだんできていくという、はい、いやそれは僕いっぱい描いてるからなんですけど、それ一発で描くためにはもう僕と同じぐらい添削っていうか絵を描けば僕ぐらい上手くなると思うんですけど、ちょっと今すぐは無理だと思うんですけど、まあ、その要素をね効率的に吸収してもらえたらいいと思うんですけど、はい、その時にそういう、書き方書き手順で全体をあまりその、まあ、ズームしすぎずに全体をなるべく見るようにするっていうことで、結局はですね、うん、足が不自然不格好になってしまうっていう理由は結局こうやって寄ってしまってるからです。そうすると地面に対して頭を支えてるって絵にならないんですよ。結局頭って地面からこう、はい、なんでしょうね、生えてる足っていうのかな、変だけど、まあ、全身つながってるわけじゃないですか、そのつながりがこうおかしくなっちゃうんで、はい、なかなかそこが形が格好がしないっていうか、ちゃんとバランスが取れないというか、はい、っていうふうになりますよね。なんでそこが一つ難しいところでしたね。はい、はい、そうなんです。だからどう直せばいいですかって意味では最初の段階でこうゴムとツールじゃないけどこれ太いので全身をの流れを意識するっていうことでしょうかね。はい、そのところですが、はい、大丈夫でしょうか、なんか質問。はい、わかりました。それではありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。無料枠はここまでです。ですね、この続きを見たい方は、アニメ主塾ネット村に参加していただいて、そこでですね、限定の YouTube でご覧いただけます。このような、アニメ主塾ネット村の中での添削希望者はですね、月に1回、今のところ交流会という形でやっております。でこの後はですね、ディスコードで皆さんと喋ったりとか、あとまあ数名この後ね、添削をしたりという流れでやっていました。はい、そんな感じでですね、皆さんアニメシュークネット村の方のご参加お待ちしております。はい、それでは皆さんありがとうございました。じゃあねー、うんうん。